どうもアフリカ TV です。今日はですね、アフリカは果たしてタックスヘイブンなのかっていうお話をしたいんですけど、質問いただきまして、タックスヘイブンってあるけどアフリカって全部そうなんじゃないのみたいな話をねされたわけですよ。で、私もよく考えたらそうかもしれないなと思ってちょっと調べました。で、まあそもそもね、タックスヘイブンって何なのかっていうと、4つ定義があるらしいんですね。税を課さないか、まあ名目上の税金だけである。あとは、本来その企業が拠点としている国の間の情報交換を阻害する何か法規制がある。3つ目は透明性が欠如していること。4つ目はその企業の具体的な経済活動を要求しないということですね。要はかいつまんで言うと、例えば日本の会社なんですけど、どこか別の国にペーパーカンパニーですよね、書類上だけの会社を作ってしまって、でその会社にお金を流せばそっちの会社のお金ってことになるんで、日本の税金を払わなくて済むって、まあそういうことですよね。いろんな目的あるんですけど、基本的にタックス税分っていうと、法人税とか所得税とか、そういうものを逃れるためにやるんですよね。なので多分ですけど、アフリカって確かに税金がめちゃくちゃ緩いんで、多分それのイメージで、アフリカって全部タックス税分じゃないのっていう風に聞いてくれた方がねいたんですけども、結論から言うとね、全部がそうってわけじゃないんですよ。なんでかっていうと、一応ね、世界タックスヘイブンマップみたいなものがあるんですよね。そこにねリストアップされてるアフリカの国というのは3つしかないんですよ。モーリシャス、セーシェル、リベリアですね。モーリシャスとセーシェルっていうのは島国ですよね。世界全体で見ても島国がなぜかめちゃくちゃ多いんですよね。カリブ海とか、あとオセアニア地方ですね。で、そもそもモーリシャス、セーシェル、リベリアで3つとも多分あんまり知名度がないんで、日本では。おそらく皆さん、いや、どこやねんと思われてると思うんですけど、これ心配しなくてもね、それぞれ順番が来れば54カ国、5分間で1カ国紹介の中でね、いつか絶対紹介しますんで、待ってていただければなと思います。はい。正直ね、個人的にはね、54カ国もあって、3つしかタック成分がないってことはないんじゃないかと思うんですけど、一応そういう風に正式にリストアップされているのはその3カ国ということですね。タック成分っていうのは皆さんね、あんまりそのなんか言葉は聞いたことあるけど、実際何なのっていう方いらっしゃると思うんですけど、これはね、本当に 100% お金持ちが得するためのシステムというか、これは本当悪いんですけど、悪いことなんですけど、抜け道みたいなもんなんですよ。彼らがその逃れた税金っていうのは、本当その国にとって必要な税金なんですよね。例えば、日本の会社、私はじゃあ会社持ってるとして、100億円利益が出ましたってなったら、この100億円に対して何パーセントで法人税がかかるわけですよね。例えば 10% とかでなんか決まってるわけですよ、税率が。この税率を要は納めなきゃいけないですね。例えば 10% だったら100億売り上げれば10億円ですよね。日本国に納めると。で、それは日本国の財源になるわけですよね。なので、このお金っていうのは、日本でその会社が経済活動してる以上、国にとっては必要なお金なわけですよ。でも、これが実際入ってこないってなったら、じゃあどっかでカバーしなきゃいけないですよね。要は10億円それが取りっぱぐれたら、10億円どっかからもう埋めなきゃいけないと。で、これをじゃあどっから埋めるかっていうと、我々中間層なんですよね。日本に限らずなんですけど、国っていうのはお金持ちと低所得者には優しいわけですよ。低所得者に優しいのはもちろんそうだと思うんですけど、お金持ちにはね、別に優しくしようとしてるわけじゃないんですけど、お金持ちっていうのは政治家とつながっていたりとか、国にとって有益な事業をやっていたりするわけですよね。その要は仕組みを作る側に回れるんですよね。税金の逃げ道を自分で作れちゃうんですよ。で、彼らはやっぱり頭がいいですから、その要はこういう風に自分らがしようと思ったら、国はこうやって塞いでくるっていうのは分かってるんですね。だからそれを逆に今度先手を打っても塞いじゃうというようなことをやってるんですよね。なんでそうやって自分にこう有利なように決まりを変えたり作ったりとかコントロールしながら、うまいこと法人税とか所得税を逃れてると。でね、これは脱税じゃないんですよね。合法なんで脱税じゃないんですよ。要は所得を隠してたりもしないですし、要は架空のね支出を計上してその利益をゼロにしたりとか、そういうことでもないんですよね。グレーではあるんですけど、法律上問題がないやり方で、一応逃税と最近で呼ばれてるらしいんですけど、これ逃げる税と書いて逃税と呼ばれてるんですけど、その税金をなんとか払わないで逃げるというようなやり方ということですね。でね、これね、なんでじゃあ中間層はそれができないかっていうと、我々ねサラリーマンっていうのはね、これね天引きされちゃうんですよね。もうこれ特別徴収って言って、その会社と自治体、例えば私の場合板橋区とかがこう住民税のやり取りとかして勝手に計算して勝手に引いてくれるんですよね。
国税についてもそうですね。あの所得税で勝手に引かれてますよね、自分の給料から天引きで。だからもう我々ねコントロールしようがないんですよ。もう我々のところにお金が来た時点でもう引かれた状態なんですよね。しかも働いてる人のほとんどサラリーマンなんですよ。そこを一人当たりの負担をちょっと増やせばめちゃくちゃ膨大な額になるわけですね。お金持ち一人10億円逃れた人を追及するよりはみんなから例えば1000円とか1万円ちょっとずつ多く取れば、まあ、簡単に10億円なんて困るわけですよ。なので実際そういう風になってるんで、まあ、タックス成分というのは実際問題になってるということなんですね。中間層ばっかりが損してるじゃないかと。なのでお金持ちはどんどんお金持ちになって中間層は一生中間層みたいな感じなわけですね。たまにねこれねニュースでもよく見ると思うんです。タックス成分がどうのこうのとか。例えばですけど社長が息子に自分が亡くなる前にね、じゃあ例えば1億円を息子に相続しようとしたら、これ相続税かかるわけですよね。で相続税というのは送った側も受け取った側も両方があの払わなきゃいけないわけです。贈与税相続税って払わなきゃいけないんですけど、これを例えば息子を香港に移住させてそこの住民ですってことにしちゃえば香港に住んでる息子に送金しても税金かからないんですよね。でこれね実際に最高裁で払わなくていいですっていう結論が出てる判決もあるんですよね。たまにねやっぱりこう国も取ろうとしていろいろ頑張るんですけど、結構ですねその被告側が勝つことっていうのは、まあ、まあまあ多いんですよ。なのでそれだけねやっぱりタックス成分を塞いでいくというのは難しいところなんですね。はい、ちょっとね今回ね全然話が途中でそれたんですけど、まあアフリカのねタックス成分のお話で、まあアフリカには3カ国タックス成分がありますということですね。で私ね個人的にはモーリシャス非常に好きな国なんで、もしね皆さんの中 で自分の会社持ちたいんだけどもう日本の税金高すぎるどうしようみたいな思っている方はねぜひね、まあこれ私は別にタックス成分を推奨してるわけじゃないですよ。全然ダメだと思ってますけども、まあそういう方もしいらっしゃったらね、モーリシャスに会社建てるっていうのは全然ありだと思うんですね。はい、じゃあそんな感じでね、ぜひ皆さんもモーリシャスに会社作ってみてください。またお会いしましょう。アビアント。